浦和レッズ青木選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日少しシステムを変えましてアンカーの位置に入ったと思いますが、試合を振り返っていただけますか。まあいい手応えをつかんでやれてたと思いますけど、やっぱり結果がね出なかったので残念だなと思います。フォーバックだったと思うんですけど、やっていてこう違和感というのはなくスムーズにできたという形ですか、前半は。そうですね、はい、スムーズにできたと思いますし、まあ、チャンスもねできてた、その中でできてたんで、まあ、そこを点取るか点取らないかってのが今日は非常に大事だった試合かなと思います。中でプレーしていてもなんで入らないんだっていう惜しいシーンが何度もあったと思いますか。そうですね、今日に関しては非常に多かったかなと思いますね。さあこの後連戦が続きます。まずは ACL です。まあ、厳しい状況ですけど、ホームでできるっていうのもありますし、まあ、一つ前の、ね、チェジュの試合をみんなイメージがあると思うんで、まあ、しっかり後ろはゼロで前の選手、まあ、前じゃなくても点を、ね、しっかり重ねてしっかり勝利して次のステップに上がっていきたいなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。